というわけで、あの、BBC ラジオ4のですね、番組のご紹介をする、えー、この番組なんですが、今日はご紹介するのは Just One Thing という、えー、番組でございます。とってもいいです。えー、で、まずこの、私がね、今日カプチャイたサムレイルをご覧ください。 はい、ご覧いただいたでしょうか。で、この just one t h i n はですね、要するに健康情報を、まあ、15分ぐらいでコンサイスに伝える、えー、番組なんですけども、まあ、 MC がですね、博士を持っている人で、で、この博士を持っている方が、なんかその、まあ、毎回例えば、えー、僕が聞いたことのあのコーヒー飲むのはどういう意味があるのか、良、えー、いことがあるのかとか、ナップですね、テクカナップ。あの、昼寝ちょっとした短い時間、ね、寝るのはどういう意味があるのかとかと、ダンス、ダンスすることにはどんな健康上のベネフィットがあるのかということを、毎回ですね、えー、博士が、まあ、えー、まあ、喋ってんで、えー、その、 エビデンスペーパーのエビデンスを言って、ちゃんとね、あの、誰の研究によると、こういうエビデンスがあるってことを言いながら、ただ、その、一方で作りはですね、ものすごくなんかエンターテイメントで作られてるっていうか、例えば、あの、えー、そうですね、うん、健康にいいことをあんまりやってない人がゲストに出てきて、えー、全然ダメなんだけど、どうしたらいいのかしらみたいなこと言ったりとか、非常に構成が巧みなんですね。 ですから、おそらくですね、日本のメディアっていうか、テレビとかラジオとか聞き慣れてる人にも、親しみやすいフォーマットになっていると思うんですよ。ただやっぱりさすが BBC だと思うのは、エビデンスがちゃんとしてるってことと、それからそのプレゼンターが博士号を持ってる人だってことで、なんか芯がしっかりしてるんですね。芯がしっかりしてるんだけど、周りは柔らかくて、しかもその、健康情報が毎回なんか、あーって、僕は、まあ まあ、職業な大体知ってることが多いんですけどただ知ってることが多いんですけどもこういうベネフィットがあるんだってことを分かりやすく伝えるそのフォーマットっていうかですねその技に、えー、とてもとても僕はすごいなと思っていて。 えー、おすすめです。just one thing.BBC、えー、ラジオ4で、えー、やってます。えー、っと、URL も貼っておきますので、もしよかったら聞いてください。15分ぐらいなんで、おそらくですね、BBC ラジオ4を聞こうと思ってる人の、えー、入門版としてとてもいいんじゃないかなと思います。ということで、just one thing 聞いてください。どうも共有チャンネルも登録してね。